平野紫耀、キ金プリ卒業で最後に残した2つのメッセージが大波紋。ジュリー社長との深刻確実、トスノーマンシクストーンズファンが揺れるわけ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 QNG&OPS の平野市二26、岸優太27、神宮寺優太25が5月22日をもってグループから脱退した。平野と神宮寺は同日、ジャニーズ事務所からも退場。主演映画の PR を残す岸は9月30日をもって退場することも明らかになった。そして5月23日からは長瀬二24。 と高橋海人24の二人ユニットとなってキンプリは活動を続ける。22日や22時50分、平野はジャニーズ事務所公式モバイルサイト上秘ナイスウェブ内のブログを更新。明日からー n g o p スじゃなくなると思うとめちゃくちゃ寂しいよなと、しジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしね、ジャニーさん、ごめんね。目標届かなかった。 ただできないと言われたら仕方がない。もし天国であったら怒られるんだろうな、しょうと、恩人であるジャニー北川氏、去年87、にも言及。さらに、キー・エヌ・ジー・ピンス、バイバイ。またどこかで会えたらいいね。またね。ティアラ、米印金プリファンの総称、と綴った。キンプリの中心にいた平野の最後のメッセージ。しかし、 これが一部で波紋を読んでいるという。しかく、やっぱりジュリーさんに何かあるんだろうなから、目標届かなかった。ただできないと言われたら仕方がない、という平野の言葉に、平野くんの退場メッセージめちゃめちゃ意味深じゃない平野くんの日記も意味深だったもん、ね。安心すぎる。めちゃくちゃ意味深だったな。 ジャニーさんには感謝しているけど今の社長には感謝してなさそうだったしな、やっぱりジュリーさんに何かあるんだろうなから、といったコメントが寄せられている。過去のタレントへの加害疑惑ジャニー氏の闇が注目を集めています。が平野さんにとっては自分を見出してくれた恩人でもありますから最後に感謝を示したんでしょうね。 一方、できないと言われたら仕方がないという言葉からは、やはりどうしても藤島ジュリー稽子社長、56、との確執を感じてしまいますよね。ワイドショー関係者、四角平の CEO との面談をジュリー社長は何度もドタキャン ?2022 年11月の、週刊文春、文芸春秋、によると、ジャニー氏が亡くなって以降、 平野は海外進出をはじめとする目標を失い、同年し始め頃からその思いを伝えるべくジュリー氏に面談を求めていたという。ところがジュリー氏はドタキャンを続け、仕事の話なら5人で来るべきだと平野に告げ、その後、ようやく面会が実現したものの、あなたたちなんか知らない、と言い放ったと記事では伝えていた。 ジャニーズサイドはジュリー氏があなたたちなんか知らないと言い放ったという部分を否定し週間フミハルに対して法的措置もとっています。ただ、平野さんがジュリー氏に不満を持っていた可能性は高そうです。彼は海外進出を目標に掲げていたものの、ジュリー氏は所属タレントの国内でのドラマや映画の仕事を重視、平野さん含めて キンプリメンバーは次々と舞い込んでくる仕事をこなすのに精一杯で、海外の夢を諦めるしかないような状況にあったと言いますからね。前でのワイドショー関係者、資格ジャニーズ事務所から海外戦略室が消滅。さらに、ジャニーズ事務所は公式サイトで、会社外要素式図を公表しているが、 ここに来て、コンテンツ制作本部から、コンテンツ制作部、新規事業部、そして、海外戦略室、が消滅してしまったというのだ。海外ビジネスを外部委託にした部署合併をしたという可能性はある。ものの一部ファンからはもうこの事務所にいて海外目指すの無理なんじゃないかといった声も上がってしまいました。そういったもろもろに対し、ジャニーさんごめんね。目標届かなかった。 ただできないと言われたら仕方がないと綴ったのかもしれません。また、平野さんのジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループだしねという言葉に、一部のスノスト、スノーマンとシクストーンズ、ファンが揺れています。全能。四角平野仕様のメッセージにスノストファンが揺れるわけ、スノストファンから裏。 私の認識だと一応ジャニーさんが最後にデビューさせたグループってスノストだと思ってたんだけどキンプリが最後なのジャニーさんがデビューさせてくれた最後のグループという数踏みで騒つくジャニーさんが最後にデビューさせたグループやったらスノの病室エピードを何年などの声が上がった。スノストの CD デビューは2019年8月8日に東京ドームで開催されたジャニーズ JR。 のコンサート、ジャニーズ JR88 祭りから東京ドームから始まるから、で発表された。2組のデビューは、同年6月16日、ジャニー氏と滝沢秀明氏41の話し合いで決定。ジャニー氏が病院に緊急搬送される2日前のことだった。 同月28日、意識不明で入院中だったジャニー氏の病室に呼ばれ、その枕元で同時デビューが伝えられたという。キンプリがジャニー氏がデビューさせた最後のグループという見方もありますし、一方では病室でデビューが伝えられたというエピソードもありスノストではないかと考えるファンもいる。ただ、平野さんには自分たちが最後のグループという自負があった。 それをブログで明らかにし、一部のスノストファンは疑問を感じているというわけです。忖度や隠し事などするタイプではない平野さんの率直な思いが乗った言葉に、周囲が揺れているということですよね。それが一部では波紋を呼んでいますが、ただ多くのジャニーズファンが平野さん。 騎さん、陣牛ジさんの新たな挑戦を見守っているでしょうし、世界も見据えた今後の活躍に期待を寄せているのではないでしょうか。前でのワイドショー関係者、ジャニーズ事務所を退場したばかりの平野だが、彼の今後には大きな注目が集まっている。四角、涙が止まらない、キンプリ×スノーマン、友情あふれるがっちり型組スノプリ集合ショット。 5月22日の金プリの公式ツイッターの投稿には、いよいよ3人抜ける時が来たね。3人の幸せを心から祈ってます。5年間、幸せをありがとう。これからも5人を応援し続けます。公式さん、嫌だよ消えないでね。など、ファンから多数のメッセージが寄せられている。